落ち込んでるやろなぁ遠藤、ちら。はぁ。綿の虚無感すごいんだ。綿のメンタル心配なんだ。星綿、会社で追い出し部屋に追いやられてリストラされるパパ見てるみたいで辛いんだ。そこには元気に走り回る綿が、酷使される弱小のスタメンより公園のベンチなんだ。綿は楽しそうだよ。たとえ1年だけでもリバポのスタメン晴れたんだ。1年夢見れただけよかったろ。大したもんだわ、本人も本望だろ。苦肉の策でカイセドの穴埋め的に選ばれただけだし、そもそも控えで取ってるんだし、遠藤の歳と能力考えたら十分すぎるぐらいだろ。報告してくれた方がいいよね。サウサンプトン派遠藤の残留力に頼るべき。